演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。メリークリスマスというわけで、本日はこちらと、こちらのお店の、何だろう、パチコでいいのかな、パチの西宮ラボというお店のケーキ、ノエル、なんだっけ、いやもうちゃんと覚えとけよって話ですよね。パチコのノエルポムフレーズというケーキを食べたいと思います。もうね、ちょっと小さめですけど美味しそうですね。オーナメントもしっかり並んでます。これも食べられたりはしないですね。そこはちょっと、それは残念、これは残念。もうまあ、ではこの鮮やかな赤色ですね。で、下の方はちょっとクッキーっぽいような印象もありますが、スポンジなのでしょうか。一部めくれますが、スポンジですね。では、あまり、あれこれ言っても仕方ないので、早速。うん、鮮やかな赤色、いただきます。甘酸っぱさがすごいな。それにしっかりとナズベリー、いやプランポワーズ、プランポワーズかな、それが効いてる。こういうのほんと好き。ください、これ外側だけじゃなくて中にもこんな風にイチゴがたっぷり入ってます。中まで赤いんですね。これはいいな。この調子でどんどんいきますよ。スポンジ部分がかなり控えめで、その分ムース部分が非常に多かったです。で、そのムースがフランボワーズの酸味が漂ってきて、さらに食べ進めていくと、先ほど見せしたイチゴの絶妙な甘酸っぱさも入ってきて、とっても美味しかったです。スポンジが苦手な方もこれならおすすめできますね。甘酸っぱさで最後まであっさりいただくことができて、もう文句なしでとっても美味しかったです。クリスマスのプレゼントにもいいかもしれませんね。あ、でもちょっと量多いか。というわけで、こちらのペーストとさせていただきます。で、他にもなんかいくつか商品が、このように商品が販売されているようなので、皆さんもぜひぜひ買ってみてはいかがでしょうか。自分は今回楽天で買ったのですが、もし概要欄にリンクを記載しておきますね。できていればの話ですが、もしかしたらできないかもしれません。で、やるにはやった方がいいでしょう。はい、というわけで、とっても美味しかったです。それでは、アイスクリーム王になるほど食べるかな、ハーゲンダッツの大食いでもしてるのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。